お疲れ様です。ダスマークさん28日目やっていきたいと思います。ということで、コメント欄とかで、ね、マークさん負けたんじゃねとかいろいろこうね、動画とかできてなくてすごい書いてあったんですけども、普通なんか僕今引っ越しとかいろいろやっててすごいバタバタしててね、単純に動画撮れてなかっただけですので、はい、今日はねマークさんの続きやっていきたいと思います。現在6120で、まあデッキもね、もういつものですね、これで、これでもう無敗でね、61まで来てますんで、ちょっとデッキ困ってるよって方とかいましたら、ぜひ参考にしてみてんよ、ということで、今日負けます。てか、普通にきついです。もうレベルもですし、なんかね、普通にもう敵もみんな上手いですね。その上手くなっててちょっと苦しいなと思ってるので、まあもうすでにね、っていうか、6120で、前回のマクサクの記録が5100とかで、もう大幅更新してますんで、ね、もうできるだけ多く、一緒でも多く、買っていきたいと思います。ということで、現在6120いきます。ふぅ、いや、タワーレベル14しかほぼ来ないですね。さあ来ました。いや、マジで、集中やばい。1日開けた負け策はガチでやばい。体に悪い。ランバ来た。バルーンの可能性は高い。ゴレ渋。エレキ。いや、これ踏んじゃいます。なぜかっていうと、インドラ、エレキがいないんで、今これなんか来ても、インドで焼けるんですよ。ガゴンブレットがいなかったらね。いや、飛べる。メガナイトは飛べる。いや、いい。いや、めっちゃいい。トルネードとかの可能性あるね。いや、めっちゃいい。マジででかい。本当に、ランバーだから、ランババルーン。だと思うんですけど、いや諦めたかな。いやマジででかい、本当に。なんかさ、ぶっちゃけよ、6000って無理だと思ってて6000いけたっていうので、ちょっとね、もうこっから本当いつ負けてもいいっちゃいいんですけども、やっぱ6000とか来たからには8000ばっか、まあ6000もう2、300、400、500ぐらいはねちょっといきたいので、いやーでかっ。さあ、分からせのワンパンの、処理ですね。よし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 。なんで、こう、積極的な端前メガナイトとか、なんか守ってるだけだと、やっぱホグとか、まあ、ウッド持ち手あったりとか、まあ、イントラとかの受けもある相手に勝てないので、ちょっと積極的にね、攻めたプレーをね、まあ、していかなきゃもう勝てないよね、と。あ、で、前回履歴ちゃんと残ってますね。はい、マッチングこんな感じで。まあ、言ったらカンスト系しかほぼいないって感じかな。まあ、カンスト当たり前になりましたね。よし。よし、いや、これに勝てたのでかっ。もうレベル14しかいない。さあ、トークン。で、トークン券、まあ一応使っとくんですけど、まあ全部ほぼ使ってこれなんで、まあちょっと遠いな。墓石がワンチャンあるぐらい。よし、さあ、全員、ナウ6150。うわー、タワーレベル13だ。これね、意外と珍しいんですよね。今14って当たってるんで、13ってことは、うまいっす。うん。うまい以外の何もんでもないのと、工場なのでペッカの可能性がある。いやー、で、5来たら目がないと。さあ、工場ババア、ワンチャンザップ打たれるように。おー、バルキリーか。いや、ケツメガしてもいいけどな。インドから入るか。いや、工場ババアバルキリーはね、そういったデッキは存在しないからわかんないけど。いやー、なんだろうね。ちょい、タル、せめて、タルでいきます。いや、エレキももうちゃんと持ってんね。うわー、えぎーさ、うわー、えぐめの。俺、ザップ14で、君のバレル飛ぶけど、大丈夫、よろしくっていう。えぎー、相手のこのユニレベルの圧がやべえ。うん、俺14のレベルだけど、君そんななんかヘッボイレベルで大丈夫？ワン勝っちゃうよ、よろしく。っていうことよね。そういうことよね。合ってるよね。さあ来た、ペッカー。これはザップがないので、タルあったら泣いる。オッケー。よしよし。で、まあ、低め、インドからの、いや、マスケ使いたくないかな。エレキ回ってない気がしたんだけど。やばい、余裕で回ってた。墓石。待ってやばい、うわ待ってやばい、うわ負けた、うわ待ってやばい、うわガチやばい、うわやばい、
本気で負けた。うわやべえ、もう時間がね。うわ待って、うわもう一回やりて。こんなあっさり負けるんか、こんなあっさり負けるんか。うわインド高い。うわ待って、なんかやべえ、持ってねえ。いや集中、まだ全然いけます。メガネとブーストします。いやでもこれさ、こっちもやばいんだ。冷静に。いや、滝。いやーこれやべえ、マジで。うわー終わったー。うわーマジか。うわ待って。いやー終わるときは一瞬だなー。マジかー。これやってもうたっすね。うわーマジで。やってもうた。あー終わったなー。くそー、マジかー。うわーこれが現実か。こんなあっさり終わるか。いやーこれー、いやー勝てたかなー。これ多分頑張ればいけたっすね。いやインドから入るのは悪くないんですけども、1マスジャンプ届かなかった。終わりです。いやマジか、ちょっとガチでなるな。普通にさすがにへこむ。いやー負け弱です。ちょっともう一回見るか。いやマジか、なんで。いやーえぐい、認めたくない、もう一回やりたい。いや多分これはね僕が悪いっすね。この辺はいいんですよ。別にここもいいんですよ。なんかね、ここで、タルババを右に裂いてからでしたね。多分、右に裂いてからの、って感じかな?いやー、悪くなかったんですけどね。エレキ、余裕で届かなかったな、これ。思ったより。これメガナイトね、エレキに踏もうとしたんですけど届かなくて。うわーえぐいなー。いやこれも間に合ってないのと、まあ、間に合ってでもいかれてるか。うわーこれはねー、まあきついのはあるけど絶対に勝てない相手ではなかったっすね。ホグとかの方が絶対勝てなかったんで。うわー持ってねー。うわー吐きそうだなー。これ6150か。いやガチでーなんかえっていう、本当にっていう、信じられない、今でも信じられない。うん本当っていう。いやこれはねーマジで相手がさ結局ザップでバレル処理できるとはいえ、メガネてるやん、ペッカー、インドにもエリキあるとはいえ、とはいえね、俺が、雑魚でしたね。この相手に勝たなきゃね、やってられないっすね。いやー、これ、分かりたかったなー。いやー、芋って、粘り勝ちがあったっすね。うわー、本気でないですね。うわー、マジか、勝ってきたからこそのね、いやー鬼煽ってくるやん。しかも精神的大ダメージがブラックウルフね。いやー次また負け作来年やった時にブラックウルフしばきたいっすね。いやーマジでなるな。いやここまで来たんだけどな、くそー。まあでも本当できることはやってきたかな。もうタールベもこれ以上絶対あかんないですし、ユニルベもね、デッキも負けない、そして、まあ、なんかどうにか系で勝てるような、いや、結構いいデッキにもなったと思うんですよ、そう。で、残ってるこの辺使ってもやっぱ何も変わんなかったんで、まあ、できることはやった上で、単純に、まあ、俺がちょっと下手だったかな、これは。いやー、ケツインド 0.5 ぐらい早かったわ。いやー、マジか。あー、マジかよ。余裕で泣ける。来るな。心臓えぐられてるわ、今。いや、えぐすぎる。もたね。
いや結構来るっすね。いやだって絶対にペッカ工事よりもこの前やったこのホグとかこやこやの方がやっぱ絶対きつかったんで、くそー、まあでも相手もうまかったっすけどね。いやーさすがに悔しいですね。まあでもいやよくやったっす。いやー今回はね、まあ、最後ちょっとあっけなすぎるな。まあでもこれが本当にリアルってやつなので、もう嘘偽りないね。うん、俺もできることならね、もうカットしたい。カットしたいけど、まあそんなことするとちょっと違うので、結局趣旨と変わっちゃうのでね。いやもう一発負けたら終わりです。まあなんで僕の記録は、処理数208なので209戦208勝1敗で208連勝でね終わりましたね。わガチ悔しいな。いやマジで悔しいけど6150っていうのは結構いいね結果だったと思うので、ちょっとまたねちょっとリベンジね、これをねもう自分をどんどん超えていきたいと思うね思います。いやガチで悔しい、やばすぎる、本気でグイけどね、ちょっと毎日ねコメントか、まあ、プレミア公開とかもした時にね、見てくださった皆さんのねおかげもありで、ね、本当に僕も頑張ろうと思いましたし、まあ、デッキもねやっぱインドラ入れた方がいいですよとかすごいアドバイスもらってね、まあここまで来れたんで本当にみんなのね、力のおかげもありというのはね間違いなので、本当に皆さんもねありがとうございました。いやまたねなんかこう負けたら終わりとかなんかこうね別のそういう企画系もねはいやれたらいいなとは思うんで、引き続きねチャンネル登録してぜひね僕の動画チェックをお願いいたします。そしてこちらね企画、ルール3つあったと思うんですけど、課金はパス制のみ、試合は動画内のみ、そしてもう一つ負けたらアカウントさよならですということで、いや6120まで来て、しかもなんならメガナイトもカンスト、コウモリもカンスト、いやーユニレベーはねぶっちゃけ申し分なかったからな。もう僕のこう実力というか、もうそこの最後の判断かな、そこがちょっとねぬるかったです。まあガチ悔しいですけどさよならします。ということでこちらねラットマーク作2022、名前ラットマーク作2022アリーナマスター1トロフィス6121さよならあざましたオツです。対戦ありがとうございました。
っこいい。